こんにちは、サードラです。今回はこちらの回答級クエストをですね、これがマルチで、まあ例えば野良とか部屋作ってマルチするときに、神クエストに入れることってあるかなと思うんですけど、ゲスト側ってそのクエスト、をやってるクエストが入手できるかっていうのがどうしても確率なんですよね。なので、クリアしてもゲットできないってことが結構あるかなと思うんですが、それを100%入手できる裏技を今回ご紹介させていただこうかなと思います。 ただ注意事項なんですが、この方法がもちろん友達同士で部屋を建てたマルチでもできるんですが、ノラでもこの方法ができます。ただ、ノラでやってしまうと、ちょっとした迷惑行為に該当してしまいますので、もしやるのであれば、友達同士の神クエストの交換会とか、欲しいクエストの交換会で使う範囲に留めといていただけるといいかなと思います。あともちろん推奨されているやり方ではないので、もし何かあった場合の責任は自己責任でよろしくお願いします。<laughs> はいじゃあ早速やり方なんですがまずはいつも通り回答級クエストにゲストとして入りますでまあもちろんホストに関しては更新後のクエストが絶対手に入るのであくまで今回はゲストのお話ですねなんで、えー、クエスト貼ってもらって入ります でまあ、入ったクエストが、まあ、欲しいクエストだった場合ですね絶対に今やってるこのクエストを持って帰りたいってなった時に今回の方法を使うんですけどもまず最初はこんな感じでまあ、いつも通りクエストを進めていただいて大丈夫ですで注意していただきたいのがクリアする直前ですね 例えば、二等クエストであれば、二等目が弱った時、一等クエストであれば、その対象のモンスターが弱ったタイミングで、その小技を使いますので、前半は通常通りクエストを進めていただいて大丈夫です。はい。そしたら、二等目ですね。今回まあ二等クエストでディアバゼルやってるんですが、二等目最後のターゲットであるバゼルギウスが弱りましたので、ここから小技を使います。で、まずやっていただきたいことが、まあ、方法二つあるんですけど、まず一つが、 こちらですね。一応スイッチの設定をホームボタンを押した後開いていただいて、この機内モードをオンにしていただきます。これをすることでマルチが強制的に終了されて自分がホストに入れ替わるんですよね。っていうこの方法が一つなんですが、今画面見ていただいてわかる通り、 えー、機内モードはテレビ出力中は設定ができませんので僕いつもモニターにつないでサンブレイク遊んでいるのでその場合はこの方法は使えませんその場合のもう一つの方法がスイッチの電源ボタンを押していただくとこんな感じでスリープ状態になりますであとはこのスリープを解除していただくんで電源ボタンをちょんと押してもう一回ちょんって押せば画面がつくんですけどこれで続けるっていう風にしてサンブレイク起動してもらうと強制的にマルチが切れますでこれで 今左側ですね、見ていただきたらわかる通りえ、自分しかこのクエストにいない状態っていうのがこれでできるんですよね。で、これで自分がゲストからホストになるっていうのが成功していますので、あとはこのままクエストをクリアするだけですね。はい、じゃあまあバズルギウス弱ってるんで捕獲をするんですけど、これで捕獲してクリアですね。もちろん開花してるモンスターは捕獲ができないので、その場合は討伐でももちろん大丈夫です。まあ必要なのはマルチを クリア前に切っていただいて自分がホストに入れ替わった状態でクリアするっていうこれが重要なので、まあ、これをとりあえずしておいていただければ大丈夫ですねはいそしたらえっと報酬見ていくんですけども入手クエストのところですね確認するんですが、えー、こんな感じでディアブロスのレベル100、まあ、さっき言ったクエストが100%を入手できます はい。で、先ほど言ってたディアブロスがこちらのディアバゼの5回力尽きるの30分ですね。まあさっき入りでも使ってたやつなんですが、 こういう感じで100%入手ができますので、一応通常のやり方であれば、体感3、40%ぐらいで取れないってことがあるかなと思うんですが、一応検証として100回近くこの方法を試したんですが、100回中100回100%入手することができましたので、もしどうしてもクエストが欲しくて、クエスト交換会とかする場合は、こういったのをすると効率よくやっていただけるんじゃないかなと思います。まあ、前回のカイリセマラの時にもお話ししてたんですが、もしやる場合は自己責任でお願いしたいのと、え 場合はどうしてもクエストから抜けるっていう行為になってしまうのでそこを注意いただけたらなっていうふうには思いますでもう一つ検証したのがクエストクリア後の待機時間、まあ、捕獲だったら20秒とか討伐であれば50秒とか待機時間があると思うんですがその間に通信を切ってホストになった場合はできるのかっていうのを検証したんですがその場合は通常の獲得率と変わらなかったのであくまでクリアする前に 通信を切るっていうのが必要なのは注意いただけたらなっていうふうには思いますご視聴ありがとうございましたこれからもサンブレイクの動画を上げていきますのでよろしければチャンネル登録高評価コメントいただけると嬉しいですバイバイこんにちはドラです今回は結構